モルディブ・スルターン国は、かつて、モルディブに存在した、君主制国家。1965年に、イギリスから独立したが、数年で、共和制に移行した。モルディブに国家が成立した時期は定かでないが、6世紀頃には、セイロン島から、仏教徒の人々が移住してきたと言われている。12世紀頃には、アラブ人がこの地に、イスラム教を伝え、これ以後、モルディブはイスラム国家となった。1558年、ポルトガルが首都マレを占拠し、西欧列強の支配下に入った。ただし、王家はそのまま存続した。その後のモルディブは、列強の覇権争いに翻弄される歴史をたどり、1645年には、オランダの保護国となり、1887年には、イギリスの保護国となった。1932年、モルディブ史上初の憲法が起草され、君主くらいの選出方法が世襲制から選挙制に移行した。また、1953年には、君主制そのものが廃止され、イギリス保護下の共和制に移行した。しかし、アミンディリが初代大統領に就任した共和政治は1年も経たないうちに崩壊し、王政復古が実現した。その結果、ムハンマド・ファリド・ディリが第94代スルターンに選ばれた。1965年7月26日、モルディブはスルターンを元首とする君主国としてイギリスから独立した。しかし、約3年後の1968年11月11日、君主制の存廃を問う国民投票が実施され、その結果共和制に移行。スルターンは、廃位された。ありがとうございます。